こんにちは、整体院カイトの岡田です。いつも高評価とコメントいただきありがとうございます。今回はこの季節の変わり目にぴったりな肩甲骨のエクササイズをお伝えさせていただきます。この肩甲骨背骨が硬くなることによって自律神経のバランスが乱れてしまい、体も疲れやすくなってしまいますので、この肩甲骨を動かして体をスッキリしていきましょう。それでは一緒にやっていきましょう。まずは両手を水平にしていただいて、脇を締めるようにしていきましょう。この動きを20秒間行っていきます。それではいきましょう。しっかりと脇を締める意識を持ってやっていきます。背骨に肩甲骨を寄せるように動かしていきましょう。結構きついですよね。頑張っていきましょう。横から見るとこんな感じ。顎をしっかり引くようにしていきます。顎はこういう風に突き出ないようにしていきましょう。手のひらを内側に向けていただいて、下ろしたと同時に手のひらを外に向けていきましょう。この動きをまた20秒間です。ではいきましょう。しっかりと肩甲骨を動かして胸を張ってやっていきましょう。これも同様にしっかりと顎を引きながら行っていきます。肩甲骨の内側をしっかり使うように意識していきましょう。はい、頑張って。じゃあ最後にこのように肩から肘にかけて90度、肩から肘にかけて90度を意識して行っていきます。これをこのように繰り返し行っていきましょう。これを20秒間です。ではいきましょう。しっかりと胸張って行っていきます。このように肩の位置が落ちないように、しっかりと肩を水平ラインに保ちながら行っていきます。肩甲骨をしっかり動かす意識を持ってやっていきましょう。はい、頑張って。はい、OK。